はいどうも、ガッパ園長です。じゃあね、3月28日、今日もニュース見ていきますんで、よろしくお願いします。じゃあまず最初、なんかロシアがね、まあウクライナじゃなくて、別なところからなんか攻撃を受けてね、泡食ってるっていう、そう話していきましょうか。しかも自分たちはね、散々ね、ウクライナ相手にやりたい放題、ね、もう、なんだろうな、もう、人外の外道って言っていいと思いますけどもね、このウクライナで、ロシア軍が暴れ回ってるわけじゃないですか。でもいざ自分たちがね、やられる側、攻められる側に回った途端にね、いやルール違反だ、約束と違うみたいなことをね、ほざき出すんですよ。何言ってんだよって話ですよね。うん、自分たちはね、ウクライナ市民かっさらってさ、身代金要求したりとかさ、ね、散々ふざけたまで下をしてるくせに、自分たちがなんか急にね、なんかこう、よその外国からね、まあこれウクライナじゃなくてアゼルバイジャンなんですけども、ね、攻められたと。ね、吸収されたんですよ。吸収って合併吸収じゃないですよ。急に襲われた。うん。いや、聞いてない。ね、ルール違反だ。合意違反だ。ね、国際法違反だ。ってわめき散らしてんですよ。は？何言ってんだよ、お前ら。散々やりたい放題やり倒してるくせに。うん。こういうとこですよね。ほんとそっくりですよね。あの国のあの人たちと。で、しまいにはなんかこうね、アゼルバイジャン政府、国防省かな。うん。おととい来やがれって突っぱねられるんですよね。当然だよな。うん。なんかこういう流れってさ、もっとなんかこう世界中でね、あちこちで起きてくんないかなって思うのは不謹慎なんですかね。うん。いやなんか徹底的にもうロシア解体までっていうのはちょっとね、この無理だと思いますけども、それでもちょっとね、なんかこう心情的にはさ、うん、なんかこういうのって頑張れ頑張れ、みんなで寄ってたかってロシアね、このケチョンケチョンにしてやれって思うのはさ、なんかあんまおかしいことだとは思えないんですよね。うん、あ、でもあれでしたっけね、ロシアサイダーにとっちゃね、けしからん、とんでもないみたいな感じで、ロシアの正義がプーチンの正義がって言い出すんですかね。うん、まあいいんじゃないですか。うん、僕はちなみにロシアサイダーじゃないですからね。で、まあちょっと順番に見ていきましょうか。アゼルバイジャン軍がこのロシア軍駐留地域に侵入してね、このトルコ製だったかな、イスラエル製だったかな、トルコ製じゃなかったかな、このなんか無人爆撃機を使ってね、ナゴルノカラバフの部隊をね、これロシア軍部隊ですかね、を攻撃するんですよね。で、アゼルバイジャン西部、アルメニアとの係争地って言えば、なんとなく覚えてる人もいらっしゃいますかね。一応これ地図載せときますけども、ちょっと僕もかな、パッと見なんかピンときはしなかったんですけど、あーっていう感じで、いろいろこのなんか調べると思い出す感じなんですけどもね。で、アゼルバイジャン軍が隣国アルメニアとの係争地、ナゴルノカラバフで、ロシア軍が平和維持部隊を展開する領域に侵入し、監視所を設置したほか、ナゴルノカラバフの部隊に対し、無人爆撃機、バイラクタル、ね、もうなんか一世風靡しましたよね、による攻撃を実施したと。アルメニア、アゼルバイジャン間の係争地で、平和維持活動を展開するロシア軍部隊から報告があったっていうんですよね。で、アゼルバイジャン軍は3月24日、25日にかけて、ロシアの平和維持軍、笑っちゃうよね、平和維持軍とか言われてもさ、管轄する領域に侵入し、監視場を設置した。これにより、ロシア、アゼルバイジャン、アルメニアが2020年11月9日締結した停戦合意に、違反したって言ってるんですよね。で、またアゼルバイジャン軍はナゴルノカラバフの部隊に対し、無人爆撃機バイラクタルで攻撃したと。で、国防省によると、ロシアの平和維持部隊は、情勢の安定化に向けた措置を講じるほか、アゼルバイジャン側には、部隊を撤退させるよう要請していると。で、ロシア外務省は声明を発表し、また何でしたっけ、なんとか報道官かな、緊張悪化に懸念を示すと同時に、地域における情勢の安定化に向けて必要な措置を取る、とコメントしたと。へぇ、何ができるんですかね、ロシアにね。で、まあ、ロシア国防省もね、アゼルバイジャン軍が、なんかトルコ製の無人機ですよね、あれね。うん。を使って、このカラバフ軍攻撃してきた。停戦協定違反だ。ね、もうアゼルバイジャンを非難するんですよね。モスクワが土曜日、アゼルバイジャンがナゴルノ、カラバフの離脱地域、にあるロシア平和維持軍の区域に侵入し、停戦協定に違反したと非難したと。
で、ロシアが2020年、協定違反の責任を公に負わせたのは初めてのこと。で、ロシア国防省はまたアゼルバイジャン軍がトルコ製無人機使ってカラバフ軍攻撃したと非難し、モスクワの外務省はこの地域の緊張の高まりに極度の懸念を表明したと。で、宿敵アゼルバイジャンとアルメニアの軍隊間の事件はここ数ヶ月頻繁に起こっていて、土曜日発表では2020年11月カラバフをめぐる敵対行為が終了して以来、モスクワが当事者の一方が不安定な停戦に違反していると非難した初めてのものだったと。で、モスクワはウクライナにおけるロシアの軍事作戦の31日目に、再燃を糾弾し、親欧米の国で双方が紛争の長期化に向け、掘り進んでいることを示す兆候があったと。で、クレムリンによるとプーチン大統領は金曜と木曜の2回、アルメニア指導者ニコル、パシニャンとこの状況について協議したっていう、なんかそういうね、ニュースも上がってるんですけども、うん。では、このアゼルバイジャン側、アゼルバイジャン国防省はロシアに対して、アゼルバイジャンの領土からアルメニア軍残党を撤退させろと要請があったと。で、アゼルバイジャン国防省がね、ロシアに対して、まあ、強気に出るんですよね。アゼルバイジャン領域内からアルメニア軍残党を撤退させるように、まあだから、まあ、思いっきり突っ放ねた格好ですよね。で、一方、アメリカ上院外交委員会はアゼルバイジャンに対して、ナゴルノカラバフのアルメニア軍への攻撃を停止するように要請したんだって。そうなの？なんで？うん。まあ、いろいろとね、この歴史があって、なんかこうね、話にこの前後があるんでね。まあ、僕みたいにね、どんどんやっちゃえばいいのにっていう、そういう話ではないんですけど、ないんですけど、なんか心情的にね、やっちゃいなよってなっちゃうな。ね、うん。まあこれをなんかこうね、やるじゃんとかね、このやる、アゼルバイジャンやるじゃんみたいなこと言ってる場合ではないのは、不謹慎なのは分かってるんですけど、ね、盛り上がってまいりましたっていうのはちょっと不謹慎なのは分かってるんですけどもね、うん。まあロシアがね、まあ焦るわけですよね。うん。だからまあ、タイミング的にやっぱり今しかないっていう、そういう感じで動いたっていうことですかね。うん。まあだから日本、どうだろう、僕も含めた日本国民とか、日本政府なんかは特にそうですけども、なんていうんですかね、このロシアってこの各地から、ね、ロシア全土からこのウクライナに兵力を集めてるから、まあ手薄になってるところがたくさんあるんですよね。でもロシア舐められるわけにはいかないから、例えば日本に対しては、まあちょっと一発かましとけば、ね、あいつらこのなんかこう、わちゃわちゃと、ね、ぶたれることはあっても実際に軍を動かすことはようやらんだろうっていう、ね、っていうのもあるから、日本近海でほら、ね、軍事演習やったじゃないですか、3000人ぐらいで。うん。だからまあ日本相手には、ね、まあ日本は舐められっぱなしなんで、あの程度で効くんですけども、実際はこのね、ロシアとこの地続きで、ね、接しているこの紛争国ですよね、紛争地域ですよね。ここはやっぱりこのね、弱みを見せると、抜け目ない人たちばっかりですから、やっぱり今攻められると、ね、実は大変困るんですよね、ロシアはね。うん、だから木を見るにってやつですよ。今が好機ってことですよね。うん、だから、なんだろう、昔から言うよう、戦争ってやっぱり二正面って基本できないですよね。うん、だからまあこの中国が台湾を、侵攻する可能性がこう高いって言われてるのも関係あると思うんですけども、まあなんだろう、周辺国にしてみればチャンスタイムですよね。うん、そりゃそうなるよなと。いや、これはもう普通にアゼルバイジャン僕は応援したいですけどもね。うん、だってロシアがさね、もう記事見ててなんかもうね、はぁって感じでしたけど、ずっと各国にさ派遣してるこのね、平和維持部隊、こんなもんただの侵略軍でしょ。うん、でやってることは事実侵略だったんだし、うん、もうめちゃめちゃにこうねして撃退してやればいいと思いますけどもね。うん、だからこう一応アメリカ政府はね、なんかこうアゼルバイジャンにちょっと自重しろよみたいな感じに声明出してましたけど、アゼルバイジャンにもさ、このアメリカとか NATO はこのジャベリン提供するとかやればいいのに。で、ついでにね、欲を言えば、まあ多分無理っていうかダメなのは分かってますけど、日本もさ、北方四島だけじゃないですけどね、国後択捉島、樺太、これ取り返しに行く絶好のチャンスなんですけどもね、残念ながら日本は動けないんですけども。
だからもうちょっとねこういうなんか、うん、一言だからね、うん、あんたそんな適当なことをね、あの感情的にねこの言い散らかしてるだけなんですよって言われるのはまあ承知で言ってますけども、でも積年の恨みを晴らす絶好機でしょね、うん、ぶっちゃけ元ソ連のね8割もっとかなね、ロシアを恨んでるってことでしょ、ね、共産主義はもう徹底的に敗北させるべきだと思いますけどもね、うん、まあ、一応念のためあのお伝えしておきますけど、戦火がねこうなんかこうなんだろうかな際限なく広がってね世界大戦になんていうことをねあの歓迎する意図は全然ないです。ただまあなんだろうなビッグウェーブっつったらちょっと軽すぎるんですけども、やっぱりこのロシアにね、うん、ちょっとなんかこう恨みがあるね隣国がねガンガン行くなんかそういう流れはね、うん、まあ当然あると思いますけどもね、残念ながら日本が全く身動き取れてないっていうのがなんだかな。まあ実際これ今だったらロシアの領土を取り放題だと思いますんでね、行けるところはどんどん行っちゃうんじゃないですか。うん、まあ別にロシアに同情する気持ちはこれっぽっちもないですね、僕は個人的に、うん、だからまあ今こそぜひねこのロシアサイダーの人のね言い分を改めてですけど聞かせていただきたいんですよね、うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。